今週週週間いかかがでしょう今週はです、ね、ミニ集会を、えー、かなり開催させていただいて、うんまあ、その中で,です、ねまあ、あの一方的に私の方がお話しするだけではなく、えー、ご参加いただいた方からのご意見に対して、私の、えー、考えを述べさせていただいたり、あとは、えー、質疑応答についてもですね、あのー 制限なくいろいろお答えさせていただくという、まあ、双方向のです、ねえー、ミニ集会を、えー、何回も開催させていただいて、本当にいろんな方にご参加いただいて、い、え、ろ、ー、んなご意見いただいてです、ね、本当にあのこれからの指宿の、えー発,展にえー、発展に向けたです、ねまあ、課題だったりとか、それに対する対応策、そういったものをいろいろ考えさせていただけるような活動を本当に順調に進めています、うん、言える範囲でどんなご意見が出るんですか。 そうですね。やはり、えっと、国道の問題だったりとか、ああですね。あとは、えー、ちょっとこれはも、ま、う、あ、えぇ、犬市との、えー、協力になってくるんですけども、えー、駅前商店街の活性化だったりとか。 まあ、そういったところについて、えーまあ、いろいろ言われ、えーご、ご意見いただくのと、えー、それに加えてですね、やっぱり農業の、えー、先月起きた、えー、霜被害ですよね、そういったところについての、えー、考え方だったりとか、まあ、そういったことについても、えー、いろいろご意見だったり、ご質問をいただくということが多かったですね。根倉さんの集会に集まる人であるわけですから、まあ、どちらかというと、今の現状だと、ちょっとうまくいってないよだとか、物足りないよと。 そういうご不満が出てくるっていう感じですかね。そ,うまあ、そこに加えてですね、まあ、指宿の街をよくしていきたいと、えー、まあ、逆に、えー、まあ、今のままでいいのかというところにもつながってくるんですが、うん、まあ、あのー、そろそろ指宿も変わらなければいけないよねというようなご意見をえかなり多くいただくと、ねうん。やはり、ヨネクラチャンネルでもはや触れないわけにはいかなくなってきてるんですけど、はい。 い、ね、熾烈なこう戦いとこういう観点で言うと、はい、どんな感じになられてるんですか、まあ、そこに関しては、ちょっとあの誤解のないようにというところで言うと、まあ、特に、えー、と戦闘に対しての、えー、と反論というよりかです、ねまああの、当初から我々は、えー、基本的に、えーまあそのえー、記事だったりとか。 そういったものに対しての主張というところ、こちらのですね、正当な主張をお伝えしていくというところを丁寧にやっているというところで、ミニ集会の中でも確かにそういったご質問をいただきますけども、そういったところに関してはですね、しっかりと我々の見解だったりとか、正当性についてお伝えさせていただくということを粛々とやっているという状況でございます。本日まで聞いた内容から、もし言える範囲で、その何か、 進捗とかあれば教えていただきたいというか、視聴者の方でやっぱりコメントも視聴数も比較的多いものですから。うん、<laughs> そ,うそうですね、拝見させていただくと伸びがすごいですよね。伸びがすごいですね。<れ> <laughs> <laughs> ちょっと、藤田さんの,そのタイトルの付け方をさすがだなっていうところがあるんですけど <laughs> いやいやいやあの、まあそ、そこに関しては、視聴者のことを考えて、その米倉さんが。<laughs> こう火をつけたいから発言するわけじゃなくて、はい、私の方からお願いとして、はい、視聴者のニーズに応、えー、えて、うん、今の現状というのを教えていただきたいとこういうところは、もしよろしければ、はい、今、この前、地裁、えー、ですかはい。鹿児島地検ですね。地検ですね。の方に来たと。その後であったり、ビラが。 飲食店を回,ら回ってしまったとか、はい、そういったのはその後だったり、はいい、言える範囲でもしよければ視聴者の方に。本当えー、と先週からはです、ね、あの有権者の方だったりとか、まあ、あとは、えー、とそういった話から問い合わせあった方に対して、も本当丁寧に説明するというだけで,です、ね、うん、特になんかこちらの方から今、新しいアクションを起こしているというのは、まあ、実際今ないといとう状況ですねもし他に何かこう宣伝したりとか、お話いただくことが。 あればいよいよです、ね、ちょっと米倉、えーね、周期講演会として、指、え、宿、ー、の街をです、ねえー、どういうふうにしていくかという、まあ、具体的な政策あの課題感だったりとか、えー、そういったものを記載した資料がいよいよできまして、まあ、これをこれから、えー、市民の方々に、えー、くまなくちょっと配っていくというところでですね。やはりえー本当に まあ、そのミニ集会の中でもそうなんですけど、やっぱこう政策論争という、えー、政策をですね、しっかりと掲げて、えー、その中で選択したいっていう声は本当に多いんですね。うん、で、やっぱり、あのー、かなりやっぱり YouTube 見られてる方もかなり多くてですね、なん<ー>とかして、あのー、やっぱり政策討論会は、えー、見たいっていう声はかなり強いですね。討論会になるかどうかは、 この前の評判で言いますと、首輪をつけて小園さんに出てきてもらうっていうわけにもいかないので、この前お話ししたような平等に声かけすると、指宿を抑止用座談会みたいな、そう、はい、いう市民参加型のイベントを私の YouTube 主催で作ると。はい、っていうのは、ぜひとももう日程決めて始めたいなと、はい、公民館を抑えて。 はい、と思うんですが、よき日程、はい、公民館が空いてたりとかっていう、こ、はい、この段取り、はい、お手伝いいただいていいですかあもちろん、もちろん、はい、そこは。したら、公民館に問い合わせ、まあもしくは市民会館とかは、市民会館の方がいいかもしれない。うん、じゃ市民会館に、えっと、問い合わせをしていただいて、はい、空いてる候補日っていうのを、大体1時間ぐらいですか、2時間ぐらい。 えっと基本的には、えっと、私のミニ集会の場合は大体1時間ですね、大体30分ぐらいこういろんな、うん、え話させていただいて、そこから30分失業等なので、まあ、ただ、えー、っと仮に政策討論会となった場合は、いろいろと質問事項もあると思うので、多分え討論だけでまあ1時間以上はちょっとかかるのかなと思いますので。じゃあ、2時間取れる日を出していただいて、ぜひ。 もう多分、来週、再来週ぐらいには開催した方がいいでしょうから。はい、そうですね。あんまりちょっと近くなってしまうと、あれもありますんで。そうですね。ぜひ開催をいたしましょう。はい、私がお金全部払いますので。<laughs> はい、じゃあご、ぜひご招待ください。はい。かしこまりました。両者に、はい、両陣営に招待するということで。はい。はいはい まあ、あと、えっと、私のスタンスとしてはもう、えっと、質問内容とかはその場で全然構いません。あの事前になんかあの質問内容を教えてくれというところはもう一切なくて、ね、はい、その場で、えーまあ、ご質問いた,いただいたことに、えー、私の言葉でで、えー、お答えするというところでい、えー、かしていただきたいので。はい、はい。では、その辺で今回は。 YouTube の視聴回数としては少なめの番組になるかもしれませんけど、過激さ控えめの米倉義行チャンネルになりましたかね。はい わかりました。じゃあちょっと、えっと、来週はちょっと趣向を凝らして、あの、はい、うちのかわいいヤギちゃんでも一緒に同席させましょうか。ああ、多分みんな求めてないかも。<laughs> <laughs> 求めてないですけど <laughs>。もう、もはやそっちの方は求められてない、ね。<laughs> <laughs> <laughs> 私としてはね、<う>チャンネルの視聴数しか考えない、考えてない私としては、いやいやもうバチバチやってほしいという気持ちありますけど。 米倉さんとしてはね、えー、いや、そっちの方を本当は行きたいわけじゃないんだよと、はい、いうことでしょうから、はい、そこはもう無理強いしませんから。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、すみません。今週もちろんありがとうございました。よろしくお願いします。はい、はい、失礼します。